モグラによる新谷弁護士殺害。警察は八神に疑いをかけ、重要参考人であるという。現在と過去の事件が交錯する先端創薬センター。かつてその敷地を開発用地として大規模な再開発計画があった。計画を立てたのは関西のゼネコン梶平グループ会長、梶平茂。あのおじいちゃんが全梶平グループ社員1万人のトップ、梶平茂会長だよ。マジか。そこの服部さんは知っとるな。あんたのことは八神さん、この人からいろいろ聞いとる。俺のこと？例えばあんたの弱みが何かとか。服部さんはよう知っとったで。よう、その弱みってのは真冬ちゃんのことか。八神さんの妹分言うとこか。あんたを吸いとるやろ。塩屋が真冬を狙ったのはあんたの指示だったんだ。わしもあんたらの腕を見とこう思ってな。何？けどもう協力会がそっちに手出すことはない。このわしが保証したろ。その代わりどうせ何か条件があるんだろ。一つ仕事頼まれてくれや。神室町の探偵として。空来た。今から1年前、わしは厚労省のある土地でどでかい再開発を計画しとった。ああ、服部さんの書いた記事は見たよ。さすがやな。計画用地は医療システム産業開発機構の土地全部、神室町が3つ4つ楽に入る広さや。厚労省の風見大臣ともなしつけて、周りの土地も行産安値で買い漁ってな。あとは早いとこ創薬センター他に潰れてもらうだけやった。けどそれをおとなしゅう待つほどわしは先が長ない。そこでつこたんが橋木いう男や。今送った写真の男がその橋木です。はい、ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。ジャッジアイズの続きをやっていきましょう。とうとう出てきたね、大御所が梶平グループの会長か。その男に何やら仕事の依頼が。で、新たに出てきたこの橋木という男、誰だ？橋木は創薬センターの副所長でな。大物じゃねえか。私はそれを抱き込んでセンター閉鎖に向けてサボタージュをさせとった。サボタージュ？ああ、できる研究員は追い出したり、目ぼしい研究はよそに情報漏らしたり、ようやっとったで、あいつは。そりゃまたあっぱれ。梶平グループの小馬か。じゃあ橋木はあんたのスパイだったわけだな。ああ、ところがや、ほとんど瀕死やった創薬センターがあれのおかげで一気に息を吹き返しよ。これがあの認知症の薬か。あれ、アドテックなんや。あの日を境に大臣のセンター存続に手のひら返し、木戸の側について再開発は白紙や。わしと橋木から容赦の橋を外しよった。その橋木は今どこに？死によった。え？半年前神室町で殴り殺されたんや。センターの副所長は殺された？謎が謎を呼ぶな。犯人は見つかっとらん。警察は酔っ払い同士の喧嘩や言うて済ましとる。八神さん、あんたにはその事件を調べてほしい。これを探ることによって裏も見えてくるかもしれないね。橋木は計画的にやられたんやと思うと。これは受けざるを得ない。計画的に殺されたって、そう考える根拠は？あいつは
アドデックナイをまがいもんやと疑うとった。まがいもん？なんでだ？センター閉鎖の話が出た途端、急に画期的な新薬の論文発表や。タイミングは良すぎるやろが。ハシキはアドデックナイに何やからくりがあるはずや言うてたで。そやからその裏を嗅ぎ回ってたんや。カムロ町で殺されるまでな。じゃあ、例えば木戸あたりがハシキを殺したって言いたいわけ？ほんまにそうやったら、今からでもセンターは閉鎖やな。再開発は仕切り直し。あの土地に突っ込んだわしの金が何倍にもなって帰ってくる。せやけどな、このままやったら千億がドブなんや。千億か。千億？きついな。わしらがカムロ町から引けん理由がそれよ。そら執念深くもなるか。ハシキを殺したのは梶平の敵か。アドテック9を守る側の人間って可能性が高い。まあそうだろうな、普通に考えると。ただ人一人を殺せるほどの度量っていうか、そういうのがあるのかな。あの創薬センターに開発センター側にこいつらもヤクザと繋がってんじゃねえのか。新谷弁護士もそこに近づいた途端やったやろ。ねえ、えぐられたのは何かがあるんや、あのセンターには。もしそうならあんたかて調べずにはおられんはずやな、八神さん。そやからわしはあんたを選んだやで。この仕事他に頼めるやつはおらん。これはやらないといけねえぞ。服部さん、あんたのおかげで真冬がさらわれるとこだった。なんか言うことはないのか。私もここへは梶平会長に無理やりさらわれてきたようなもんです。好きで八神さんのことを喋ったわけじゃありませんよ。ネズミ男が。それでも一言謝ったって良さそうなもんだ。ふざけたやつだよ。それよりもうそろそろ行かない？ほら、厄介なのが目を覚ましそう。じゃあもう一発蹴り入れて気持ちよくしとくか。そうだな、すぐ出よう。ああ、創薬センターの副所長でハシキ。そう、半年前にカムロ町で殺されたらしい。急で悪いけど星野君の方で事件の情報を集めといてくれるか。明日まで。ありがとう。ほんじゃま、この続きは明日源田事務所でだな。ああお疲れ。八神さん。ん？僕やっぱり八神さんと組んで正解だったよ。一気に梶平の会長まで出てきたからね。梶平の不正の調べもはかどりそう。俺の方もおかげで真冬が助かった。ありがとうな。じゃ、また用ができたら呼んで。一旦解散か。創薬センター副所長傷害致死事件の事件ね。今日はもう帰って休むか。どこで休めんの？探偵事務所に戻んの？いや戻れんの。だけどおまわりさんも探ってるよね、いろいろと。このまま戻っていいものか。何かイベント発生したんだけど。え？爆破事件のニュース。あ、またこれか。発表によると爆発に使われた手製爆弾に時限装置がついていたことが分かったと。犯人につながる証拠はないか捜査を進めている。不審物を発見した場合は通報することを呼びかけていると。また連絡あるか。手がかりはまだ何もつかめてないってことでしょ。痛い突っ込みするな。俺の手でどうせ最後に犯人捕まえないといけないってことでしょ。まさか爆弾犯か。また巻き込まれそうだがどうしよう。出るしかないだろ。出るしかない。もしもし。やはりだ。
本当に警察何してるんだろうな、ヤグミ戦友。来たか、カムロの爆弾魔が。こないだの爆弾犯か、どうして俺の名前を知っている。ちょっと調べさせてもらってよ、探偵やってるんだって。依頼か、お前の依頼は受けんぞ。お前には関係ないだろ。まあ、そう言うなって、楽しくやろうぜ。うっせえな。そんな態度取っていいのか、今回はノーヒントでチャレンジしてもらうぜ。まだ仕掛けたのか、貴様。声のトーンが変わったな。わかるぜー。お前の緊張が伝わってくる。こんなことをして何になるんだ。お前って何が目的だ。カムロ町はよ、セキュリティやめような。本当にザルだぜ、ザル。国は何やってんだろうな。税金払ってんのがバカみたいだよな。それは正論だわ。犯罪者が偉そうなこと言ってんじゃねえ。日本は税率が高すぎんだよ。くっくっくっ、言うねー言うねー、もっとおしゃべりしてたいが時間がない。早速始めようか、ヤガミさん。お前、カムロ町に爆弾を一つ仕掛けた。破壊力は本物でぜ。場所は宿場の牛だ。宿場の牛、くくく、爆発まで残り時間はあと5分。急いで探さないと。ドッカーンだ。宿場の牛ね。まあ、ホテル街だろうね。普通に考えて。ホテル街、ホテル街。ここじゃね？赤牛丸。行くぜ。今回はノーヒント。あ、ヒントはもらったか。2回目の連絡なくして解決できそうだな。まあ、それもこれも、ひとえにこの私の推理力といったところか。おい、爆弾仕掛けられたんだぞ、チンピラ。喧嘩してる場合じゃねえから。爆発すればおめえも吹っ飛ぶんだけど。大丈夫？頭。よもぎ。よもぎ。あれ？ここじゃねえわ。あ、一歩向こうだ。うわ、なんかでけえやつがいる。この際放っておこう。爆弾魔が重要だ。サラリーマン。あ、結局戦わないといけねえか。くそ、仕方ねえな。で、ちょっとお前らも爆弾解除するのに協力しろよ。なんでお前そんで、そんなでかいのにそんな身軽なの。後半の敵だからか、物語の。まあ後半かどうかは分かんないけど、中盤かもしれないけど、今物語のどのぐらいか分かんねえわ。何勝地だったかも分かんないしね。やめても、爆発するわ。俺お前も一連卓上。だからおとなしくしてろ。こんな巨体でもあれだけ持ち上がる、なんてパンチだ。恐ろしい。ここで正解じゃなかったらどうすんの。もう残り3分だ。まずい。牛って何のことだ。いや、ここでしょうよ。え、2軒あるぞ。え、ここでしょう、宿場って。ほら、もう目の前にいるから。タイマー動いてるから。で、どこよ。もう目の前にいるんだけど、連絡くれない？早く。中入ればいいのかな。あ、音聞こえてきた、タイマーの。爆弾はどこだ。あったぞ、これだ。店員、こんな目の前に仕掛けられていて気づかないのか。行動切れば。切れた。これでどうだ。よし、カウントが止まったぞ。なんとか止められた。今回もご苦労さ。お前いい加減にしろよ。ぐぐぐ、素晴らしい、素晴らしいよ、ヤガミさん。この野郎。おっと、待った。悪いのは俺じゃない。カムロ調査。恨みがあるのか。は？
こんなザルみたいなセキュリティでも何もしようとしない。カブル長が悪いのさ。正義感気取りか。国も、自治体も、住民も、悪いのはそいつらさ。何熱くなってんだ。爆弾解除されたら頭に血が昇ってか。そうやって挑発してるがいいさ。次は今までのようにはいかないぜ。クククー。おい、この野郎。ち、まだ続ける気か。何企んでんだ。踊らされてんな。お、新メニューの話？サブイベントか。どうした？レシピが書いてある書類をなくしてしまった。え？大問題でしょうよ、それ。ライバル会社とかに知られたら。データで送られてこないんですか？国旗なんてデータじゃなくそれぞれのエリアの社員が手渡しするルールなんですよ。それをなくすって、さらに不祥事じゃねえか。どうすんだ？出勤途中に落としたんだ。クソ。俺のバカ、バカ！バカー！懲戒者だわ。こんな時に限ってワンオペだし、うわぁ、これはちょっと黒い部分が見え隠れしてると。ワンオペって他に入れる人がいないってことですよね。ええ、だから探しに出るわけにもいかなくて。どうしよう。極秘資料なのに。拾われたらまずいでしょうね。はいはいはい、乗りかかった船ね。お願いします。わかったわかった。どの辺探せばいいんですか？天海地通りをまっすぐ行って、突き当たりで右に曲がって、やめてくんないそういうの。天海地通りってどっから歩いてきてんだよ、こいつ。徒歩通勤か？その後は？M サイドカフェでコーヒー買ってから劇場前通りを歩いて、バッティングセンター前を通って到着。そのどこかに落としたと。お願いします。はい。じゃあ見つけたら連絡するわ。道順についても連絡します。はい、わかったわかった。飯食わしてくんない？それよりも。いらっしゃいませ。戦いで体力減ったからさ。まあ、牛丼だ。あ、結構食ったな、ここですでに。じゃあ食べてないメニューだけ買って、コンプリートしておさらばするか。こりゃうまい。さ、行くか。他の飲食店で残りの体力は回復しよう。ありがとうございました。コンプリートボーナスとかってないの？ないみたいだね。今来た道順。はい。これさ、なんか地図とかでさ、画像送ってくんないの？あ、オンスライム向きにコンビニあったわ。コンビニで弁当買ってこ。いらっしゃいませ。どうしよっかな。何買ってこ。まあ、タフネス買っといて、で、あとは、まあ、例によっておでん盛り合わせ。幕の内弁当。こんなところかな？戦闘中にもお腹いっぱい食べていくスタイルで。お！ポイント止まってね。レコードゲット。ありがとうございました。いただき。じゃあ、探偵事務所に戻っていくぜ。とりあえず事務所に戻って、あ、なんかアイテムあるって言ってたね。ちょっと待って。鍵開ける前に宅配ボックス調べさせてくんない？何か届いている。はい。葛西健太と撃破補充ね。青色の奇跡。これ何に使うんだろう。真相究明パックいただきました。ありがとう。いいもの手に入れたわ。鍵どれだっけ？ダメか。ちょっと待てよ、これか？やべえ、めっちゃ迷ってんな。難しいな。あの、何を迷う必要があるのか。違うか。あれ、どれ？難しいな。丸ボタンか？開いた。自分の部屋の鍵すらも迷う男なんだけど。現代法律事務所へ向かうか。星野くんの情報ね。誰から？電話？あ、京浜同盟の幹部か。キムさん、いつも情報ありがとうね。知り合い殴られすぎだね。また危険度高まってんのか。
橋木の情報を得に星野くんに会わないといけないのに水を差してくるな。景品同盟。源田法律事務所でカットするかな。はい、ではたどり着きましたね。源田法律事務所の前ですね。中に入っていこう。星野くんに会いに。ま、沙織さんに会いに来たんだけどね。あれ、カイトウさんいる。ターボ、来たか。早いな、カイトウさん。星野くんが資料をまとめてくれたってよ。例の橋の事件。仕事が早い味方ばっかりで助かるわ。あの、昨日真冬が襲われたんですって、教令会に。ああ、もう真冬と話した。ええ、でもちょっと嬉しそうでした、八神さんが助けてくれたって。そうなの、やきもち焼いてんのかな、沙織さん。冷たいけど。八神さん、源田先生、今日も来ないのか。いえ、昼過ぎには来るそうです。声はまだ元気ない感じです。源田先生拉致られるんじゃねえの。そっか。それより、昨夜頼まれた件です。橋木って人の事件、調べときました。俺にも聞かせてくれよ。先端創薬開発センターの元副所長、橋木徹さん、半年前に殺害された当時51歳、深夜神室町の路地裏で倒れているところを発見されました。誰かに殴られたようで、すでに意識はなく、その3週間後に病院で亡くなっています。3週間も。ええ、その間ずっと昏睡状態だったみたいで。梶平が言っていたように計画的に殺されたって感じの事件じゃないな。誰か事件の目撃者は。犯行そのものを見た人はいなかったようです。ただ事件の直前、橋木が酔って声を荒げてた姿は大勢に目撃されてます。何この殺し屋みたいなやつ。黒いレインコートの男。よくこんな危険そうなやつに食ってかかるな、でもその続報はなしです。多分警察でもそいつを見つけられなかった。明らかにヤバそうだろ。ヤバそうなやつなんだけど、不審者だわ。ネットに落ちてた情報はこんなところでした。事件の大枠だけですね。いや、とりあえずは十分だ。梶平会長は橋木が計画的に殺されたと。ん？ああ、そう言ってた。でも本当に単なる喧嘩だったのかも。ええ、実は僕もそう思いました。もし犯人の目的が橋木を殺すことなら、なぜその場でとどめを刺さなかったのかなって。つまりただの雪吊りの喧嘩だったから、橋木は即死じゃなかった。いや、俺は逆だと思うがな。え？犯人はプロで、しかも凄腕だ。見せかけるためにか。なんでそう思う？喧嘩で死んだように。どうしてです？なんでって、結果だけ見りゃこの犯人は人一人静かに殺してのけたわけだろ。もし殴ったその日に橋木が死んでたら、警察も殺しとして動く。だがよ、気失ってただけじゃ、よくある酔っ払いの喧嘩でしかねえ。そんなもん、神室町じゃ腐るほどあんだろ。確かに、事件から亡くなるまで間が空いたせいですかね。橋木が死んだことは全然ニュースになってません。一応、日本の科学界では名のある人だったのに。じゃあこの犯人は橋木が致命傷か見極めて、すぐには死なないように加減した。そんなことできるんですか？だから犯人は凄腕なんだって。こいつは相当暴力を分かってるやつだぜ。暴力団か。だろ？だろってそんな自信満々に言われてもな。まあ一理あるのは認めるよ。けどそう決めつけるにはまだ材料が足りない。まあな。材料というと？橋木殺しの捜査資料。また綾部か。詳しい死因なんかも知りたい。となると、
ここはまた綾部刑事の出会いじゃないか。まあ今は最後に出会った時よりもだいぶ金持ってるからな。ああ俺もそう思って実は70万ぐらいあるよね今手持ち。なんだよ今は例の黒岩に締め付けられて動けねえだと。ああそっか、しょうがねえな。黒岩にとったら矢神は敵だからね。代理の人間が話を聞いてくれるそうだ。例のカジノラマンでな。お前も行くだろ。信用できんのかそいつ。ああもちろん行くは行くけどさ、今は手応えって言おうとしたら手がかりね、手がかりがないから。ラマンへ行くんだけど、みんな来るよな。カイトさん行くぜ。何そんなうめいてんの。体当たりしただけなのに。なんだ誰かが見てる。なんか俺ら出待ちされてたみてえだな。本当勢もいるんだけど。ありゃあ松金組のもんだぞ。なんでだろうね、ずいぶん殺気が。羽村が戻ってきたか。お、お前もそういうのが分かるようになったか。嬉しそうに言われてもな。もしかして俺ら強霊界とつるんでるように見られてるんじゃ。何にしてもおもちゃみてえな刀持ってんな。とりあえず一体一体どうしていこう。バイク使うか。あ、持てない。これひょっとしてレベル上がらないと持てないのかな。確かレベル上がらないと持てない武器とかもあるよね。武器っていうかオブジェクト。刀持ってるやつから倒そう。なんでこっちにばっかり人たくさん来んのよ。モテるアイテムないかな。死人に無知を打っていくスタイルで。カイトさん仕事しすぎだわ。しばらく寝とけって。この人いると心強いわ。おい早いとこ辛かるぞ。タボ源田事務所で貼られてたか。ああラマンってどこだっけ。釣り堀屋の地下だったよね。こっちか。事務所から結構近いところでやったような記憶はあるわ。この辺か。はい、あったあったあった。となるとここでも張ってる可能性があるよね。なんでこんなに落ちてるアイテムがすぐに復活してんの。じゃあお邪魔するよ。またウサギちゃんに会いに来たからね。またこれ鍵どれだっけ。くそ。カジノっぽい鍵、カジノっぽい鍵どれだ。これかな。よし、ここに綾部の代理ってのがいるはずだ。どんなやつなんだ。さあね、向こうから声かけてくるんじゃねえか。そんじゃまあ探してみようかね。よしよしよし、どいつだ。吹き出し出てるやつか。こいつかな。こいつ怪しいよね。どかれたわ。あ、このチャンネルか。あのちょっと。ん、もしかして俺のこと呼んだ。座って隣早く。まさかこんな美女が来るとは。たまらんな綾部、結構やり手か。前にどこかで。冗談はやめてくれる。冗談って。いいから。それより場所はここでいいの。それとももっと人目につかないとこ行く。え、誘ってんのこれ。いやまずは落ち着きなよ。無理、とにかく早くしてほしいの。おっと参ったな。やるかじゃあ。
ノリが良くて情熱的なタイプね。そんなに嫌いじゃないよ。でも一応俺もこう見えて慎重っていうか、初対面の女性とは。八神くん、本当に私がわからないの？ん？誰？なんでお前、真冬？ノリが良くて情熱的な女じゃございませんの。申し訳ないですね。いや、っていうか、なんでここに？綾部刑事の代理。お前が？え？綾部とはどういう？新たな人間関係なんだけど。今朝、彼から急に連絡があったの。自分の代わりに八神くんに協力してほしいって。捜査資料、創薬センターの橋木が殺された事件のね。必要なんでしょ？検察から持ち出してきたのか。やばいだろ。だからちゃんと変装したし、ここでなら大丈夫なんでしょ？ドキドキしてるけど。無理すんなって。いいの、昨日助けてもらったお礼だから。あの、お礼は別の形で返してほしいんだけど。泉田健二の件だけど。ん？やっぱり新谷先生のことで八神くんを逮捕する気みたい。そっちも早く何とかした方がいいよ。分かってる、ありがとうな。じゃあね。背中がセクシーなんだけど。誰だ今の姉ちゃん。綾部の代理だよ。あ？なんだよこれ。よし。これでは確認しようか。捜査資料か。こんなところで大っぴらに広げていいのか。殺された時の。真冬が検察から持ち出してきてくれたんだ。真冬ちゃん？じゃあさっきお前といた姉ちゃんが？俺も最初気づかなくて怒られたよ。よし、じゃあ見ていくぜ。話し続ければいいのかな。お前も見てみろよ、この橋木の資料。これ橋木の経歴か。さすがの高学歴って感じだな。創薬センターの副社長になったのが4年前。ってことはお前が大久保の弁護をしてた時にはもう橋木もセンターにいたんだな。木戸と各研究に予算を割り振ってもいたらしい。となると橋木もセンターじゃ結構な権力者だったはずだ。創薬センターで力を持つ副センター長だから、梶平はこの橋木を金で抱き込んだわけか。最初からスパイじゃ なくて金をつかませて梶平側に転がってもらったってことね。こっちは現場の資料地図だぜ。ここが橋木の倒れていた場所だ。その1時間くらい前には近くのキャバで飲んでたらしい。で、これがそのキャバだ。店の名前はクイーンルージュ。あっこは結構高いのに羽振りがいいね。橋木は一人でクイーンルージュに来てたのか。また情報を集めてクイーンルージュに向かわないといけないのかな。もう一人同僚といたみてえだ。それ誰よ。ん？例のショーノってやつとだ。どういうことだ。橋木は創薬センターからわざわざ神室町まで来て翔野と飲んでたのか。そこで何を話してた。何か知ってんな、やっぱり翔野。アウトテックナイン開発者の一人だったな。木戸の手下。店を出た後翔野の方は橋木と別れて足取りはもう掴まれてるとか。タクシーに乗った。で、創薬センターに戻って木戸と話してる。タクシー会社の記録で裏も取れてるみたいだ。つまり翔野にはアリバイがあるってことか。あと木戸もそうだな。ああ、橋木の方はタクシー乗り場でレインコートの男と言い合いになって、その後路地裏で倒れているのが見つかった。死んだのはその3週間後だ。
ひどいな。死因は殴打による脳挫傷と。殴られたのは14、5発。手袋越しに殴られたとみられ、指紋は検出できず。これでやっと事件の大枠が分かったってとこか。で、次はどう動く？現場の場所が分かったんだ。ハシキが倒れていた場所を見に行く。クイーンルージュって店もその近くだ。この2カ所へ向かえと。じゃあ向かっていこっか。その前に今回は一回この辺で切るか。出発。ではご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではさようなら。